インペリウス級装甲巡洋艦は、イギリス海軍の装甲巡洋艦。2隻が建造され、1883年から1884年にかけて収益した。本級は、高速を得るために、強力な機関を搭載し、速力16.75ノットを発揮した。装甲巡洋艦と、イギリス海軍では故障しているが、実際は、装甲隊巡洋艦である。 1884年のウォースパイトを描いた絵画。本級の船体形状は、水面下に昇格を持つ平甲板型船体に2本のブリーック型搬送用マストと日本煙突を持つ典型的な装甲艦の艦艇である。後に近代化改装が行われ、搬送設備が撤去され、日本煙突の間の船体中央部にミリタリーマストを1本持つ。 インペリウス級の船体と武装配置士武装のマーク31881年型23.4センチメートルライフル砲を新設計の路砲塔に収めて一番手砲塔が一基、その後ろに全部マストと二本煙突が立ち、その間に両側に船橋を持つ操舵環境が配置された。船体中央の左右原則に2番3番手砲塔が片元一基ずつ配置され、 その上に、関西艇は、原則部に中央部砲塔を挟むように2本1組の、デリックが片言4機ずつ、計8機運用された。後部甲板上には、後部マストを挟んで4番手砲塔が後ろ向きに1機、配置された。原則部には5箇所ずつ砲門を開けて、複砲の15.2センチメートル単装砲が、単装砲がで、片言5機ずつ、計10機配置された。 1895年のウォースパイトの写真。近代化改層後の姿で搬送設備が撤去されている。本館の手法は新開発の M31881 年型 23.4cm ライフル砲を採用した。その性能は 172.4kg の砲弾を最大行角15度で 1445m まで届かせる性能であった。 これを新設計の露包刀に収めた。砲塔の不行角能力は行角15度、不角5度で旋回角度は300度の旋回角度を持っていた。発射速度は毎分一発であった。ありがとうございます。